日どころ国三郎4月1日から1937年8月9日は日本の政治家第5代八王子市長東京府会議員八王子市議1885年4月1日神奈川県西多摩郡五日市町の旧家である馬場家の次男として生まれる幼くして両親が死去祖父母に引き取られる 五日市官農学校を卒業後1906年の時に八王子の小書き時計の養子となる。1917年11月3日、八王子町会議員であった矢部総二郎の後を継ぎ、八王子市会議員選挙に立候補当選。京王電気機動の誘致運動を起こしに決めに、当選した後玉南電気鉄道株式会社を設立商議員に就任するなど八王子への 鉄道乗り入れを推進する。1921年には、八王子商工会議所会頭に就任に再任。1924年には、東京府会議員選挙に立候補するモラクセ九1929年12月11日第5代、八王子市長に就任。緊縮財政を推し進めながら市庁舎の移転中央線立川駅、浅川駅の殿下、八甲線。 武蔵中央電気鉄道の開通を実現させる。東京電灯が導入しようとした電力メートル制に反対。1933年9月18日、東電メートル制実主反対規制同盟会、初代会長となるが、同年12月10日、任期満了で退任。市議会は、木大隆起を選任したために決めはなかった。 1936年の東京府会議員選挙で当選するも翌年の8月9日に死去した。ありがとうございます。